Funimation. Эйси. レクティは告げている。黄金の種族は我々を見捨ててはいなかった。我々が望むすべてを知り、未来に開くべき扉を残した。かつて彼らが告げた通り、いでよ、今こそその意志に応える時だ。アルタイア、残存していたか。多数の重力神、さらに続きます。艦隊軌道を維持、決して手を出すな。敵艦船の進路上にスターウェイを確認。当艦の情報にはなかったものです。アルゴノートだ。いつでもあの船が進む場所に道が生まれる。いかがなさいますか。当中域で主要艦隊を再編。陛下どもは皇族に任せ、我らは当該スターウェイを行く。あの船の導きに慎んで従うぞ。遠くきらめく星に幾度も私は願う。さまよえる鼓動グラビテーション、惹かれ合うストーリー。全 AI が目覚め次第復旧プランを再考させろ。我らが友人の復旧が早すぎて混乱をきたす。あれ、システムに多数の損害、惑星重力に拮抗できません。墜落は回避した。えよく働いたな、B。マスターとの間に齟齬を確認、データ修正します。修復作業中のエリアに特異なフィールドが発生新たな友人が働いてくれておる。物資すらいらず、こうも高度な復旧を行うとは。全ての同胞が貴様らを助けるよう私に命じている。自力で蘇る力もない船で、よく星々を行き来する。考えてみれば、惑星オロンからキクンは我らを追い続けてきた。いわば窮地の中だ。優れた種族であるキクンとそのテクノロジー、大いに頼らせていただこう。滅ぼすのと同じ速さで再生してやろう。複数のエリアで復旧を確認。プラン修正が間に合いません。
どうやら食料不足に怯えながら救援を待たずに済むな。それでも英雄殿の弔いすら満足にできん。ずっとあのままだ。誰ともつながりを持たず、私の声にも反応しない。放っておけばいい。それが報いになる。奴のせいで私の中に感情が根付いてしまったのだぞ。もはやプロメに託して消すことすらできん。消したいのか。消す方法がない。いいか、二度と死ぬな。承知した。こんなものいつ感情が刺激されるか不安で仕方がない。時にそれが支えとなる。エイジとベルクロスにとって常にそうであったように。私だけだな、五人目と言葉を交わしていないのは。バカ者、連れて戻ることすらできんではないか。きっと一人で先に行っちゃったのよ。そうよ、メヒタカだってそう思うでしょ。それはわからない。我々が感知し得たのは、ベルクロスが自らを鍵とかしめあの扉と一体になったということ。扉の向こう側でその存在だけが復活したかは不明だ。じゃああれが戻ればいいの？そしたらもしかしてエイジも。僕は信じている。彼は扉の向こうにいて、僕らが来るのをきっと待っている。扉をくぐればわかることだ。プロメたちが直に着く。我ら一族は聖堂の種族の大半を引き、あの向こう側へ行くことを決めた。契約を果たした今、お前たちの意思を問えと一族の者たちが言っている。私はプロメ様と共にさらなる英知に触れるのが望み。当然あの向こう側へ行く。僕も行く。英知が示してくれた場所へ。俺も行こう。大切なものとやらは良いのか？問題ない。鉄の種族は？私たちはエイジとの約束がまだ残っている。エイジがただ一つ我らに望んだものだ。それを果たさずに旅立つわけにはいかない。そう姫様はおっしゃっている。聞いて、封筒の好物はポストのね。必ず復興させてみせましょう。私たちの手で。来ました、アネーシャ。直令の間でしたら復旧済みです。ディアネーラ様、心を持って迎え、また見送りましょう。新たな旅路へと赴く栄光ある種族たちを。託されし記憶によって道を見出した鉄の種族を、我らは共に旅立つべき同胞として迎えましょう。プロメオ、今はまだ道を共にできません。この星が最初に黄金の種族の現れた場所なら、オロンは彼らが最後に旅立った場所。二つの星に秘められた英知があなたに託された。星々が私たちを導くように、私たちもまた星々を導く。それこそ未来を知り、星々を作る力の源。答えは目の前にあるのに、私たちには今も片鱗すらつかめません。あなたはいずれそれらを知るでしょう。だからこそあなたはあの外宇宙への扉が閉じてしまうことを恐れてはいない。スターウェイ同士のつながりこそあの扉を開く契機。私たちの戦いに意味があったとすれば、この宇宙をスターウェイで満たすこと。ノドスはその力の器。あなたがさらなる英知を持って扉を開くため、私たちは力を分け与えることを決めました。力？
黄金の種族より受け継ぎし力、またあなたと聖堂の種族との間に精神の道を開きます。この宇宙に残る彼らの半数を率いてほしい。私に？ヘドロンの盾に聖堂の種族、その全てを姫様が。ディアネーラ様にまた重荷を。これらは他の者にも分け与えうるものでしょうか。あなたが望み、相手に用意があるなら引き受けましょう。プロメオ、かつてあなた方が背負わねばならなかった思いとともに。ありがとう。我らノドスは全員があの扉をくぐる。5人目を見つけた時は我ら4人の力にかけてそなたのもとに送り届けよう。銀の種族のノドスよ、その心深く感謝します。黄金の種族は常に自らの力で扉を開く者を祝福する。それを忘れていたのかもしれない。行こうロムロ、我ら自身が導きとなる時だ。エネルギーを消費せず浮上できるとは、貴君らの恩恵この胸に刻もう。このような脆い船で我らの後を追えるのか。何しろ貴君の追撃に耐えて旅した船だぞ。今度は貴様らが追う番だ。良い旅を。種族の船、なんという数だ。いい時に来たな。外宇宙へ旅立つ者たちを見送れ、ニルヴァール。いつか我々がくぐるかもしれん扉だ。外宇宙だと？あれが本当に扉であるか、くぐるまではわからない。しかし私もあなたもあれがそうであることを知っている。未来もまた同じ。それが他の誰でもない私たちの未来であることを知っている。鉄の種族に星々の導きがあらんこと、あなた方一人一人が星々の導きとならんこと。ディアネイラはまっすぐ行って。ディアネイラが思った道を。はい、エイジ。ディアネイラ様、行きましょう。いつか再び扉が開かれるまで、この星が全ての種族の希望となることを、私たちが受け継ぐべき道を。
多くの者たちに伝えましょう。遠い遠い時の彼方、宇宙には黄金の種族の呼びかけに応えた者たちがいた。彼らはそれぞれ銀の種族、青銅の種族、英雄の種族と名付けられ、自らの力で別の宇宙へと旅立っていった。そして新たに呼びかけに応えた者たち、人類。彼らは鉄の種族と名付けられ、自らの力でこの宇宙に出た4番目の種族として、大いなる導きのもと旅を重ね、多くの星々と出会い、互いに道しるべとなった。いつか多くの種族と共にこの宇宙から別の宇宙へ旅立つ。その日を信じて。ようやく約束が果たせたな。ほとんど忘れてたくせに。騎士に二言はないと言ったはずだ。その割に二周期もかかったけれど。テイルとメールが現場に着く頃だ。様子はどうだ。張り切ってるわよ、二人とも。姫様の言うこと聞かずに喧嘩してる人たちだれだ。おとなしく仲良くしない人はお仕置きします。にゃー。ヒューノス騎士団の前では今やいかなる勢力も赤子同然か。ヘドロンの盾を使いこなせる者はほとんどおりませんゆえ。我らが妹ディアネイラこそ全種族を導く者だ。彼女の兄として我らは力を尽くして宇宙の秩序を保つ義務を背負っている。こちらはこちらでよく、まあ妹の権威を利用する。騎士団長殿たちがお戻りになられたようです。ニルバール地球大公閣下による計らいで地球への道を優先させていただき感謝いたします。こちらこそ、貴君らの力添えなくばまたくだらぬ紛争ごとになっていた。地球大公などと大それた肩書きをディアネイラ女王から与えられながら、情けない話だ。閣下はよくこの生計を全ておられます。地球へ殺到する者たちの交通整理役に過ぎ、せめてヘドロンの盾の一枚でも使いこなせればよいのだが。姫様はいずれ全てのものがこの力を使えるようになるとおっしゃっています。その時こそ新たな道が開かれると。相変わらず果てしなき道を示される方だ。時にディアネイラ女王は当地にお越しになれぬとか。かの星の復興が間もなく終わりますゆえ。そうか。半周期ごとのプラントもこれが最後。今頃はあの星に別れを告げている頃でしょう。予定通りプラント艇の収容完了しました、マスター。姫様、位置を確認。地表ポイント N309E048 です、サイコラインで呼びかけてくれ。姫様、プラント艇は全て帰還しました。もうしばらくここにいさせていただけますか。もちろんです。ただ評議会から何か記念碑を残してはどうかという案が。記念碑。エイジがその星にいたことを示すもの何か。不要です、艦長。それは彼らが選ぶことです。彼ら。
ここにいる彼らがこの星の文明を築くとき、エイジの存在が記憶されていれば、彼ら自身の言葉で伝えられていくでしょう。承知しました。こちらはまだまだ出航の準備が残っております。お好きな時にお戻りくだされ。ありがとう艦長。いつでも出航可能ですがマスター。バカ者、お一人にして差し上げるためだ。ディアネイラ様の護衛規則から大幅に外れてしまいます。どんな力も今の姫様に傷一つつけられるものか。今や我らの方が姫様に護衛されとるに等しい。宇宙の覇者たる方がただ一つ心の慰めとしていた星に別れを告げようというのだ。黙って持ちていろ。ここに来るたび、たった一人で生きてきたあなたが、それでも決して孤独ではなかったと気づかされました。あなたは多分未来を知る力を持っていた。スターウェイが導く星々と私たち全ての導きに誰よりも身を委ね信じたことで、あなたとお話ししたかった。私がこれから知らねばならないことを。あなたが孤独でなかったのはそれを知ってたからだと。今日でこの星ともお別れです。ここに来るたびあなたがそばにいるような気がしていました。あなたに出会えたことが私の。どうした？惑星軌道上に重大な異変が発生。過去2周期とは違う軌道上に未知のフィールドを確認。当惑星に合流するものと思われます。合流？何が？軌道不明の光点運動。違う、異変ではない。星の復活とともに本来の軌道へと回帰した。元々オロンにも扉が。ディアネイラが道を作ってくれた。